サッカーソビエト社会主義共和国連邦代表はソビエト社会主義共和国連邦サッカー連盟によって編成されたサッカーのナショナルチームである。現在はソビエト社会主義共和国連邦の崩壊によりチームが編成されていない。ソビエト社会主義共和国連邦代表の最初の試合は1924年11月16日にモスクワで行われたタイトル戸戦で 3から0でソ連代表が勝利している。ただしこの前年の1923年9月16日にロシアソビエト連邦社会主義共和国代表がエストニア代表とエストニアのタリンで試合を行っており、4から2でロシアソビエト連邦社会主義共和国代表が勝利している。 ソビエト社会主義共和国連邦としての最後の試合は1991年11月13日に行われた欧州選手権予選の試合でキプロスのラルナカで行われたアウェーゲームでキプロスを3-0で下している。同日、同組2位のイタリアとノルウェーの試合が1-1の引き分けで終わったためソビエト連邦は翌1992年の欧州。 選手権本大会への出場権を獲得した。その後1991年12月25日をもってソビエト連邦が崩壊したため欧州選手権本大会には独立国家共同体代表として出場した。同じ1992年のバルセロナオリンピックに出場した U-21 チームは EUN 代表として出場したが日本語においては CIS 代表として研究されることが多い。CIS 代表の最後の試合は、1992年6月18日に行われたグループリーグ最終戦のスコットランド戦で0から3で敗北している。CIS 代表の詳細は、サッカー CIS 代表を参照。1991年12月25日のソビエト連邦崩壊によりソ連代表は15の、 ナショナルチームに分裂した。ただし、バルト3国のラトビア、リトアニア、エストニアは、これ以前にソ連からの独立を宣言しており、また CIS 代表にも参加していない。地域的に欧州サッカー連盟に加盟したチームと、アジアサッカー連盟に加盟したチームに対別される。欧州サッカー連盟に加盟した、ナショナルチームアジアサッカー連盟に加盟した、 ナショナルチーム1924年のソビエト社会主義、共和国連邦代表帝正ロシアにおいてもサッカーのナショナルチームが編成されており、サッカーロシア帝国代表が1912年から1914年にかけて活動していた。1914年以降は、第一次世界大戦、ロシア革命、内戦による極度の混乱から長らく、ナショナルチームは結成されなかった。 旧ロシア帝国の領域からナショナルチームが排出されるのは1923年になってからでロシアソビエト連邦社会主義共和国が結成されるまで待たなくてはならなかった。翌1924年には初めてソビエト連邦代表が結成される。第二次世界大戦後の1950年代から1960年代にかけてが ソビエト社会主義共和国連邦を代表の黄金期であった。第一にはオリンピックでの活躍が挙げられる。第二次世界大戦以降のオリンピックでのサッカー競技はステートアマを採用した東側諸国の台頭が著しかったが、ソ連もその例に漏れなかった。1956年のメルボルン大会で金メダル、1972年のミュンヘン、1976年の モントリオール、1980年のモスクワでは、銅メダルを獲得した。1988年のソウル大会は、プロ解禁が行われた後であったが、金メダルを獲得しソ連代表の優秀の美を飾っている。ワールドカップでは、オリンピックほどの目立った活躍はないものの、1966、FIFA ワールドカップでは、ベスト4に進出するなど、 しばしば上位に進出する強豪の一角として知られていた。またソ連代表の伝説的なゴールキーパー、レフ野心はワールドカップの最優秀ゴールキーパーに与えられる野心賞にその名を残しており、王子の強さを忍ばせている。欧州選手権では1960年の第1回大会で優勝。その後も1964年、1972年、 1988年で準優勝になっている。1988年の準優勝は同年のオリンピック金メダルと並んでソ連代表の優秀の美を飾る勲章になっている。1980年代後半の東欧革命はソ連にも連邦制の不安定化として跳ね返ってきた。1990年にはバルト三国で独立運動が起こり、 翌1991年の8月クーデターでソ連の崩壊は決定的になった。この時点でサッカーソ連代表は翌1992年の欧州選手権に向けて予選を戦っていたが本戦の出場が確定した後の1991年12月25日にソビエト連邦が崩壊してしまった。このため旧ソ連は CIS 代表として本戦に出場することになった。ただしソ連崩壊以前に独立していたバルト3国はこれに含まれていない。選手に関してはナショナルチームを選択する自由が与えられ相当の猶予期間が設定されたためこの間に別のナショナルチームで活躍する選手もいた。予選はソビエト連邦代表として出場したものの本大会には 独立国家共同体代表として出場。ありがとうございます。